あなたは昔私の目標だった。でもあなたは闇の力に負けた。だから私はあなたを憎んだ。憎まなければビーストと戦えなかったから。気をつけろ。奴はお前たちのすぐ近くにいる。ティルトの中にアンナ・オハートか。プロメテウスプロジェクト、これイラストレーターじゃん。なしおり、この組織についてどう思う？どうって？記憶を消去してまでピースの存在を隠蔽、俺たちの仕事も世間には公表できない。でも現実にビーストが現れている以上、こういう組織も必要じゃない？だがキルトが俺たちまで騙していたとしたら。え？どうした？侵入者があったようです。場所は？基地最深部セクションゼロへの入り口。セクションゼロだと？この基地のエネルギー施設があるって教えられた場所だ。私たちも近づけない危険区域でしょ。気をつけろ。奴はお前たちのすぐ近くにいる。自動防御システムが働いて逃げていったようです。一体何者が？アンノンハンド。一連の事件を受け、まもなくこのフォートレスフリーダムにティルト北米本部から査察官が入ります。査察官が？ええ、敵の動きが加速しています。おい、レン、できたぞ。おい、これ3番ね。はいよ。はい、いらっしゃいませ。はい、お待ちどうさまです。これ7番。了解。
君、名前は？え？名前。レン。千住レンだけど。レン君か。じゃあデートしよう。え？誰誰？知らないわよ。次の休園日、その場所に一時。約束だよ。あ、待って。君、名前は？葉月。松永葉月よ。おめでとう。あなた、ちょっと出かけてきますね。どこ行くんだい？新宿まで。葉月の洋服できたみたいだから。じゃあ行ってきます。お帰り、葉月。来てたんだ。帰ってただろ。いつまでいるの？すぐ行かなきゃいけないんだ。またしばらく戻れないと思う。お父さん。なんだい？昨日何の日か覚えてた？お母さんの誕生日。葉月、今度。はい。水尾から報告で、千住連に近づいてきた者がいるとのことです。ご覧になってご判断を。この者に監視の必要はありません。水原沙羅。この人が北米本部から来た査察官？かつて防衛庁に設けられた対バイオテロ組織 BCST の科学担当官だったらしい。 BCST は5年前の新宿大災害の被害調査も担当している。新宿に巨大隕石が落ちて大惨事になったあの？うん。でも隕石とバイオテロってどう関係が？彼女、例のプロメテのこと妙な間柄だぞ。え？プロメテウスプロジェクトが中止された理由は、作られたデザイナーチャイルドの中に一人、遺伝子操作段階の致命的なディフェクトがあったからだ。致命的なディフェクトって？その子は17、8歳のある日、細胞のアポトーシスが突然全身で起こり、その進行が止まらない。それって死ぬってことじゃ。何か治療法はないの？特効薬とか。その特効薬の開発を中止させたのが水原沙羅だ。そんな。それじゃその子は見殺しってこと？あ、お待たせ。待ってないし。そうだよね。待ってたの俺の方だし。いや、全然待ってないから。
気にしないで。君変わってるね。いやちょっと緊張しちゃって。行こう。え？どこへ？これじゃストーカーじゃない。何やってんだろう私。君はなんで俺のことをデートに誘ってくれたの？うちの父親ね、月に一度くらいしか家に戻ってこないの。へえ。極秘の仕事とか言って何してるんだか。でね、この前戻ってきた時にちょっと喧嘩になっちゃったんだ。待ちなさい。もうほっといてよ。ごめんなさい。いいから、約束があるんだ、早く行きなさい。観覧車からあの遊園地だって分かったから時々行ってみてたんだよ、君のこと。気づかなかった？は、全然。ねえ、君何者？いや、何者って言われても。それ探ってやろうと思ってデート誘ったんだ。でもなんかどうでもよくなっちゃったな。蓮くんがどんな事情を抱えてるのかわからないけど、少なくとも悪い人じゃない。それだけでいい。うちのお母さんね、5年前の事故で亡くなったの。覚えてるでしょ、新宿大災害。ああ。ここね、お父さんとお母さんがよくデートしてた公園なんだ。お母さんの誕生日はいつも。そのディフェクトを持ったプロメテの子って。分かっているのは、開発が中止された特効薬の名がラファエルということくらいだ。ラファエル。レンだ。そのプロメテの子はレンだ。若田大将、こちらティルト北米本部査察官水原サラス。そして部下の貝本です。早速本題に入ろう。水野木深夜の事件、それからティルト J 内部のスパイ疑惑。北米本部はこれらの事態が全てレイテの秘密に関連があると判断した。レイテ。レイテ、来訪者によって作られた忘却の海。来訪者ですって。今から20年前、アメリカの砂漠地帯に謎の発光体が墜落した。駆けつけた軍は数体の不定形生命体を捕獲した。それが来訪者。そして彼らを捕獲したアメリカ政府は知ったの。来訪者は超新星爆発によってふるさとの星を失い、光量子情報体となって地球に飛来した宇宙の難民だということ。彼らを通して我々は膨大な知識と情報を得た。例えばティルトが使っているオプチカムフラージュ、メモレーサーなどオーバーテクノロジーの数々です。ただしこれらの使用に対して来訪者は条件をつけた。これらのテクノロジーはただある一つの目的のためだけに使うこと。ある一つの目的、すなわち来たるべきスペースビーストによる終焉を防ぐ。終焉。そう、地球の滅亡よ。ネクスト
北米本部ゲートウェイ到達。バックドアから侵入成功。ファイアウォール突破。いいんですか？北米本部のサーバーハッキングするなんて。ティルトの内部を調べなければアンノンハンドの正体はわからない。いいから続けて。っていうかできるの？そんなこと。俺を誰だと思ってる？やばい、気づかれた。どうしたの？クソ、パッチでバックドアを塞がれた。ダウンロードできたのはこれだけです。これは、これってウルトラマン。この街は新宿だ。では、5年前の新宿大災害も虚構だと。ええ、それが真実よ。5年前、新宿でウルトラマンとビーストとの最初の戦いがあった。しかし、なぜ人々の記憶を奪ったんだ？その必要があったから。ビーストの記憶がさらなるビーストの災いを招いてしまう。だから来訪者たちは身を挺して世界中の記憶を封印した。それが忘却の海レーテ。ねえ、レン君は好きな子いる？俺はそういうのを避けてたから。え？いや、その俺あちこち転々としてたから。お別れするとき相手に悲しい思いさせたくないなって。そんなの関係ないじゃん。え？好きになる気持ちなんて止められるものじゃないよ。それに嘘ついてもダメ。言ったでしょ、時々見てたって。ああ、いるよ好きな子。その子は何をするにも真剣でちょっとドジ。でも何より好きなのはその子の目はいつも世界をまっすぐ見つめてるんだ。見っけた。タッチ交代。ビースト振動波？まさか市街地の真ん中に。逃げろ、逃げるんだ。エリア12ポイント428にビースト振動波確認。ナイトレーダーにクランブル要請。
組むぞ。は明白です。ウルトラマン抹殺。レン、これだけの大規模なリアルタイムでの情報操作は初めてのことですが、すでに一帯の封鎖は完了しています。奴らは恐怖を求め、それを捕食する生命体